ハーフナー日記は愛知県名古屋市出身のプロサッカー選手。ポジションはディフェンダー。f c トゥーン所属。父は出生当時、名古屋グランパスエトに人形高知県人選手として在籍していたハーフナーディド。兄のハーフナーマイクもプロサッカー選手。なお、ハーフナー一家は日記出生前の1993年にオランダから日本国籍に帰化している。 川崎フロンターレのジュニアユースを経て、名古屋グランパス U-15、同 U-18 所属。2013年トップチーム昇格。2011年から17歳以下、18歳以下の日本代表に選出される。プロ入り当時は、名古屋市内にあるインターナショナルスクールに在籍しており、2013年6月の卒業までは、プロサッカー選手と両立した生活を送っていた。 プロ入り時点での身長は 197cm で、その時点ですでにグランパスでは歴代最長身であった。2012年夏頃までに成長は止まっていたと思われていたが、2014年シーズン開幕前のフィジカルテストで 199cm まで伸びており、今後も伸びる可能性があることから、日記本人は伸びすぎによる敏捷性の低下を懸念している。 2016年1月、オーストリアレギュオナルリーガ東部に属する SV ホルンに移籍することが発表された。7月23日、エアステリーガの開幕戦では、キャプテンとして先発したが、チームは FC、リーフェリングに0から1で敗れた。2018年7月7日、スイスチャレンジリーグの FC ビル19022年契約で、加入。2019年5月24日、 スイススーパーリーグの FC2 に3年契約で加入。8月11日の FC ルチェルン戦で移籍後初ゴールを決めた。その他の公式戦 SV ホルン。ありがとうございます。